ウラダイアン・ソイヤーはアメリカ合衆国のジャーナリスト。2009年から ABC ニュースのメインニュース番組である ABC、ワールドニュースのアンカーを務めた。ソイヤーはケンタッキー州のグラスゴーで小学校教師のジーン・ダブルー・ソイヤーとハンジのエルボン、パワーズ・トム・ソイヤーの間に生まれた。彼女が生まれて、すぐに家族は同州のルイビルに移った。 共和党員であった父はこの町において有力な政治家、コミュニティの指導者となったが、ジェファーソン軍の主張を務めていた1969年に自動車事故で死去した。ルイビルのフレーズヒルにある公園は彼の名を記念し命名されている。ソイヤーはルイビルのセネカ高校を卒業した。在学中は学内の新聞の主筆を務め、様々な芸術活動に取り組んだ。 1963年には、ケンタッキー州代表として、美人コンテスト兼奨学金審査である、アメリカズジュニアミスを獲得し、ニューヨーク世界博では、コカ・コーラのパビリオンでガイドを務めている。マサチューセッツのウェルズリー大学で文学を専攻し1967年に、卒業した。ここで彼女は、アカペラグループに所属していた。 ルイビル大学で1セメスターだけ法学を履修した後にジャーナリズムを志すようになった。短期間、ルイビルの地方テレビ局に勤めた後、1970年にはリチャード・ニクソン政権下のホワイトハウス報道官であったロンジー・グラーの下で働き始めた。ウォーターゲート事件によるニクソンの辞任後のジェラルド・アルフォード政権でも1975年まで働き、その後は ニクソンの私的なアシスタントとして1978年に出版された回想録の執筆を手伝った。1977年にデイビッド・フロストにより行われた有名なニクソンのインタビューの準備にも関わった。ソイヤーはウォーターゲート事件の際にはシントン・ポスト市のボブ・ウッドワードに内部情報を漏洩し大きな役割を果たしたディープスロートではないかと疑われたことがある。 ニクソンと親しく、最後まで彼を擁護していたラビのバラク・コルフは、死の床でのインタビューで、ソイヤーを名指ししていた。2005年になって、FBI の副長官であった、マーク・フェルトが名乗り出るまで多くの関係者の名前が出たが、6人の他の容疑者と共に、ウッドワードから否定するコメントを得ている。1978年にソイヤーは、CBS ニュースと契約した。 政治担当記者として働いた後に1981年にビルカーティスと共に CBS モーニングニュースのアンカーに起用された。1984年には60ミニッツの記者とナリソの後5年間同職を務めた。1989年にソイヤーは ABC ニュースに移籍し、サムドナルドソンなどとプライムタイムライブや20、20などのニュース番組でアンカーを務め、 1999年にモーニングニュースに戻った。2010年1月にチャールズ・ギブソンの公認として ABC ワールドニュースのアンカーとして契約した。アメリカの主要ニュース番組3つのアンカーのうち2人が女性となることになった。他の女性アンカーは CBS イブニングニュースのケイティ・コーリック。残りの男性アンカーは NBC ナイトリーニュースのブライアン・ウィリアムズである。 ソイヤーの就任後 ABC、ワールドニュースの視聴率は好転し、現在トップの NBC、ナイトリーニュースを脅かすまでになっている。1日の番組の最後の一言は、I'll see you right back here t o である。二千十四年八月いっぱいで、ABC ニュースのニュースアンカーを降板した。二千一年にレディーズホームジャーナルにより、アメリカにおける最も力のある女性三十人に、 選ばれた。2007年のフォーブズマガジンモストパワフルウィメンのリストでは62位に入った。2009年の記事イヒドゥンアメリカチルドレン・オブ・ザ・マウンテンズに対するピーボーデ賞をはじめ多くの賞を受賞している。1988年4月に映画監督のマイク・ニコルズと結婚した。自身の子供はいないが、ニコラスは3人のセンサイとの間にそれぞれ1人ずつ子供がいる。 結婚前には、ニクソンの側近であったフランク・ガノーンや、外交官のリチャード・ホルブルックとの付き合いがあった。ホーブスによると2005年のソイヤの年収は1200万ドルで、ある。ありがとうございます。